こんにちは、サイトビトセヨです。本日はですね、11月26日に不思議の国のアリスをモチーフにしたベリーダンスショーが、大きなショーがね、東京錦糸町であるんですけれど、リハに向かっております。今回はね、不思議の国に旅していきたいと思います。本番の映像は無理だけど、ちょっと準備の様子なども撮れたらと思うので、そんな旅好き YouTuber のアートな部分を本日お届けしていこうと思うので、最後までご覧ください。じゃあちょっととりあえずもう遅刻気味ギリギリなので向かいたいと思います。バイバイ。リハ終わったよ。はい、今日はですね、不思議の国公演まであと少しになりまして、スタジオ連でございます。雨の日なんでドロドロですけど、よいしょ。11月の、ね、26日に大きなね公演があるよっていうのを動画ずっと回してるので、皆さんねご存知いただいてると思うんですけど、楽しみですね。今回の公演はすごい特別な公演なんですけど、そういうのだけじゃなくてね、渋谷のカフェボヘミアというところで、定期的にスタジオダンサーとして踊らせていただいたりなどしております。ありがたい、やっとそこまでなれたよ。じゃあ今日はね、ペアの方がもうそろそろ来るかなと思うので、東京は今日雨なので寒いんだけど頑張りまーす。今回のデュオのリタさんでございます。どうですか、あと3日で本番ですけど、ね、いろいろ不安ですけど楽しみ、楽しみ。私たちの表情がね、一番ね、うん、そうですね、うん、私たちは先生お墨付きって言っていいんですかね、お墨付き先生お墨付きで、ね、スタジオ内で顔芸が得意タイプということで、ちがじさんでね、いやもうなんかそこからね、湧いてくるものもありますよね。あるじゃあこの後の動画は当日にトリップ。本番当日でございます。錦糸町朝7時50分です。よく起きれたと思うよ私。今日はヘアメイクがショーの前にあるので、あ、起きて30分って言ってましたけど、眉毛がないだけでこんな人相が悪くなるんだって。メガネもいつもと違う商用のやつなの、すっごい治安が悪い顔してるんですけど、じゃあメイクへ。あ、私はもう何でも大丈夫です。で、こっちの方が来るんだ。こっち行きます。Bitch called collect for the fee, draining my money from me. Always right, I don't miss it. I know it's sick, but I think that I like it. Making up is better than the bad shit. Fuck you, you hate me, I need you, don't walk out the door.じゃあ書いてほしいです。ちょっと思う。嬉しい。こっちある天然の。天然のあります。天然のある。眉毛は私の勝手なイメージが、うん、イギリスの、うん、なんかミーハーな男の公爵夫人みたいな、はいはい、プライド高くて、うんうん、毛高いみたいな感じの。プライドの高さはここの高さですよね。そうですよね。結構それでシャキンみたいな感じで、普通みたいな感じ、はい、結構眉毛ももうめっちゃ動かしまくって踊ります。いや、書いてきてもらって正解です。すいません。大丈夫。眉さっきみたいに動かしてみてもらっていいですか。うん、大丈夫、筋肉に合ってます。おー、すごい。いい、すごい、おー、表情が上手、表情が
あ、なんで表情担当なんですか。あ、そうなんですね。上手。嬉しい。なんかハマってる役に。ありがとうございます。うわぁ、うん、綺麗、綺麗。かっこいい。かっこいい。うん。うん、終わりました。はい、どうもありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。頭つけるのもうちょっとでしょ。はい、入れます。なんかこの和室にこの出立ちってのがまあ面白いです。なんか和室でやってんのが本当に面白くないですか。そうだよね、誰の家だよみたいな。なんか洋室もあったんだけど、その方がなんか広い、うん、そうですよね。そうですよね。リハを終えまして、今30分のランチ休憩なんですけど、なんとこんなところでね、本日踊らせていただきます。ミラーボールも輝くような西町のね、シルクロードカフェというところにいます。こんな入り立ちでなんなんですけど、あと30分空きがあるので、私の夫がこさえてくれたおむすびを食べたいと思います。おかかのおむすびが2個と、きゅうりって言ってたな。りんごちゃん一口サイズに切ってくれてるやつ。じゃあいただきます。うん、うまい。今日はもう一日この格好から離れない。帽子でリハ見たんですけど、今回オンラインでも配信されるので、遠方で今回東京まで来るのは無理だったって方もぜひ見てほしいぐらい、本当に異空間がここ錦糸町に広がってますって感じで超面白いです。子供の頃とかに見たようなアリスが実写化されてこんなことになるなんてみたいな世界が広がってます。うーん、私も楽しみだな。旦那ちゃんおにぎりが熱々にシルクロードの方がしてくださった。バーイ。うまい。続けててください。あのここに向かって喋ってるとみんなでうまいとか言い出すよ。さかちゃんのあやし方、はい、どうやってあの決めたんですか。あれはですね、うん、アイフ弁当です。リンゴ付き、めっちゃありがたい。この後投資で帰りは、あと撮影があるので頑張ります。撮影を終えまして、あとはいよいよリハ、そして本番の前にリンゴを食べておりまする。楽しみですね。楽しみです。頑張ります。頑張りましょう。ありがとう。すぐ飲む。うん、すぐ飲む。あー、ということで一部終了して2部の5分前です。旦那ちゃんを走りました。アイスコーヒーありがとうございます。はい。いやー、楽しかったね。なんか一部知らない人たちがすごい楽しかったって言ってくれた。本当。いただきます。いただきます。2部も頑張ります。終わりました。お疲れ様です。あっという間でしたね。本当にもう終わっちゃったんだ。もうなんだ、終わりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです。私、ちゃんの写真撮ります。あ、撮りましょう。超楽しかったです。多分集合写真撮ろうと思ったのかな。あ、撮りましょう。いや、じゃあ一回みんなお客さん楽しんでいただけましたか。はい、集合写真撮ります。ちょっと見えた。なんか最後ならいっかと思った。蹴った。早っぽいやつって思った。1時間。表情完璧だった。本当にやったー。ハマり役だと思いながら。あ、本当に、うん、ありがとう。表情豊かすぎて。まあ、伝わる伝わるみたいな。あ、本当っぽいってことだよね。めっちゃなんか、激しかったよね。うん、あれ、うん、なんかそう、あの、台風みたいな。台風。台風でした。面白かったですか。はい。よかったね。面白かったですね。はい、あのキャラクターがすごい素晴らしかったです。ありがとうございます。演技力が。ありがとうございます。ありがとうございました。演技力、演技力が本当に演技力。ありがたや。公演の後はプロの方々にお願いして、なんとこんなに写真を撮っていただきました。嬉しかった。すべて家宝にします。はい、ということで皆さん最後までお楽しみいただけましたでしょうか。ちょっと出演者の方々と写真撮ったり、はい、こんな感じでね、あの終演後のあの和やかな景色を見ながら座っておりますけれども、本の全編は配信がされるそうなので、気になる方はぜひ見てみてください。忘れなければ概要欄を貼っておきます。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。不思議の国へのトリップいかがでしたでしょうか。普通に世界中旅するのが大好きなんですけど、こんな風にダンスで人ならざるものになるのはすごい楽しくて、なんだかんだとずっと続けておりますけれども、破片を楽しんでいただけたら嬉しいです。本当に最後まで見ていただきありがとうございました。そちらもぜひご覧ください。面白かったよと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とかよろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。